どうもこんにちは、高島です。今回はですね、インテリアについてなんですが、先日北欧インテリアを再現する方法という動画をアップさせていただきましたが、北欧インテリアはウッド系の家具が特徴というふうにお話しさせていただきました。動画をアップした後にちょっと気になるコメントがあったんで、ちょっとご紹介してみます。家具や床がライトブラウンだとやはりボケますよね、こういうようなコメントだったんですね。でこれって、結構多くの方に共通するような、悩みというか問題というか、これに気づいてる方はまだいいと思うんですが、気づかないでなんでこれぼやけた印象になってるとかしっくりこないなっていうふうに、思ってる方って多いと思うんですが、それの原因としてこのライトブラウンのフローリングにウッドの家具を入れるとなんかしっくりこないと。それを今日は、解決できる方法をご紹介したいと思います。とても簡単ですが印象がガラッと変わりますんで、おすすめの方法になってます。よかったらご覧になってみてください。では行ってみましょう。本題に入る前にですね、なぜライトブラウンのフローリングと、ウッド系の家具が合わないかという問題の原因をはっきりさせて、その対処方法という形で、2つほどポイントをご紹介できればなと思っています。ではですね、まずこちらの画像をご覧になってみてください。こちらのライトブラウンのフローリングがあって、近いからのウッド系の家具が配置されているのですが、典型的な今回の問題となるぼやけてしまうというようなインテリアのイメージになるんですが、この問題の原因として考えられるのがメリハリです。ベースのインテリアに家具が置かれると馴染みすぎてしまうというのが大きな原因の一つになると思います。実はここが落とし穴になっていて、インテリアって統一感を意識するようにしてませんか？コーディネートを作ろうとした時に、その統一感というのを意識しすぎてしまうと、ウッドだったら同じようなウッドの素材の家具を選んだりとか、今インテリアにある色のものと近い色のものを選んで、全体的にこう同じものだから統一感があるからそれを取り入れるっていうやり方なんですが、それが一つの原因になってるのかなと思います。あくまで統一感っていうのはポイントとなる見せたい部分の引き立て役というような役割で考えるといいのかなと思います。例えばこのインテリアだったら、色の強弱のメリハリや素材の種類によるメリハリが足りないという感じで、対比するような色だったり素材だったりを取り入れることで簡単に解決することができると思います。具体的に解決する方法は2つあると思います。で1つは、色の差があるラグとか絨毯を引いて、フローリングのウッドの部分と家具のウッドの部分の間を分断させてあげるっていうやり方なんですね。例えばライトブラウンのフローリングで近いカラーのウッド系の家具を使ったインテリアでラグを敷いた事例を見つけましたので、ちょっとご覧になってみてください。ウッドとラグの関係っていうのは相性がいいと思いますので、ライトブラウンのフローリングとウッド系の家具だったら素敵なラグを見つけようというふうに考えていただけるといいのかなと思います。そうするとラグ自体もお気に入りのものが見つかると思うんで、自分が気に入ったインテリアも作りやすいのかなと思います。僕も以前住んでいた自宅では床が多くの木材を使ったフローリングだったんですね。でそれに家具もウッド系の家具で揃えていたので、その間がちょっとぼやけるというか同じ現象が起きていたんですね。でそのために僕はその絨毯を用意して引いて、テーブルと椅子を置いて、その絨毯が間になるようにバランスを取りました。ライトブラウンの家具っていうのはぼやけて見えがちなので、その間にちょっと濃いめの、ラグを敷いてあげたりとか、あとはウッドとの差がある明るめのラグを用意するか、こんな感じで柄の入った絨毯を引いてメリハリを作っていました。で全く違う色や柄のラグを何枚か持っていると、その時々の気分によって変えると部屋の印象もとても簡単に変えることができますので、おすすめのやり方の一つになります。
2つ目に提案したいのが、家具に少し手を加えるという方法になります。先ほどご覧になっていただいた、こちらの自宅の画像ですが、すべて椅子の足の色が黒に統一していますよね。でこれは、自分で黒くペイントしたんですね。でこうすることによって、先ほどご紹介したフローリング と、椅子が同色同素材で、メリハリがあまりない曖昧だった部分を分断してメリハリをつけることと同じ効果なのですが、さらにこのやり方だと、僕の場合は4脚すべて違う椅子を持っていたので、その全く別々の椅子の足を、同じ色にペイントすることで統一感も作れました。インテリアの例で言うとこういったイメージです。以前木製家具で、気をつけるポイントについてご紹介させていただきましたが、その時にウッドの家具はカラーとの相性があまり良くないというふうな特徴が実はあって、色を入れる時はそのウッドと色ですね、ウッドと色が相性があまり良くなくて、そのウッドと何かカラー、ブルーでも赤でもピンクでも何でもいいんですが、その間にブラックかホワイトを入れてあげるとメリハリがついて締まった印象になるという話をさせていただきました。原理としてはそれと同じことになります。はい、というわけで、今回はライトブラウンのフローリングがインテリアをコーディネートするときに、どうしてもぼやけた印象になってしまうという問題を解消できる2つのポイントをご紹介させていただきました。最後に内容をまとめてみると、ラグや絨毯などでフローリングと家具の、間を分断して、素材と色の違いで、メリハリをつけるというやり方、もう一つは椅子の足を黒または白で、ペイントしてメリハリをつけてしまうというやり方になります。例えばこちらのインテリアでも合板を利用して棚を作っているんですが、当初はこんな感じで、少しぼやけた印象になっていて、周りのアンティークの家具などとバランスが取れていなかったので、こちらの反対側の棚では縁の部分を黒くペイントしてインテリア全体と統一感が出るようにしてみました。こんな感じでフローリングと椅子との関係以外にも、木の素材の部分がぼやけてしっくりこない、メリハリがないような時に応用できるやり方なので、いろいろアレンジしてみていただいてもいいのかなと思います。ぜひ試してみてください。今回のようになんとなくいただいたコメントの中から、これって多くの人が悩んでそうなポイントだと思いましたら、今回のように動画にして何か解決できる対処方法だったりをご提案することもできるかと思いますので、ご自宅で違和感のあるところとか困っている部分がありましたら、コメントをいただければと思います。はい、というわけで、デザイン、写真、インテリアなどのクリエイティブの裏側についてまたこちらからお送りしたいと思います。それではまた。